どうもクロストークですね。何今こうやって向いてるこれです。なんか目立つかなって思って。あ、目合わないですね今。目合わなかったですね。なんか歳と目合わせるの恥ずかしいんだよ。え、なんで？なんか可愛いんだもん。嬉しい。阿部ちゃんのが可愛いっすよ。まあ初めて言っとった。はい、クロストーク、ね、今回のテーマは、あ、名前はないと。はい、阿部東太郎です。平野公衆です。よろしくお願いします。みんなね、はい、知らない方もいるかもしれない。ちゃんと名前知らない人見ないってまあ一応言っときましょう。まあね、まあ ね、今回のテーマは、はい、お互いのいいところを話していく。はい、お互いのいいところって、これ意外と初めてですよね。お互いのいいところ言い合うっていうのは、うん、初めて。クロスと2人で言うのってなかなかじゃないですか。照れくさいよね。照れくさいですよね。恥ずかしい。じゃあ言っていきますよ。言っていきます。はい、お願いします。あ、俺から言うんですか。はい、先輩からお願いします。平野くんのいいところは一番年下なんすけど、はい、一番年下なんすよ、はい、なのに、はい、なのにだよ、はい、めちゃめちゃしっかりしてる。そうっすか。うん、からの一番年下なんすよ。年下なのに年下めっちゃいいですね、はい、年下なのに、なのに年上のなった人たちに向かって自分の意見をどんどん出していけるようなところが僕はいいと思ってます。それ本当にいいところですね、うん、なんか言われて嬉しい。本当に、はい、中身の中身の中身をなんかしっかりグサッて一番褒めて欲しかったことです。じゃあありがとうって言って。ありがとう。あ、どういたしまして。なになになに。じゃあ僕いきますね。はい、お願いします。鍋ちゃんのいいところはやっぱり今見ていただいてるとね、分かると思うんですけど、独特のなんか阿部ちゃんにしかないあの雰囲気とか喋、うん、り方とか、うん、もう髪型とか服装とかもう個性がすごいっていうね、うん、はい、それがいいところだと思います。12人撮影今日も一緒にやってるんですけど、阿部ちゃんがどこにいたらどこにいるかすぐ分かるっていう、あ、今あそこにいる、あそこにいるっていうのがすぐ分かるぐらいピューンっていうオーラをね、雰囲気をピューンって感じ。そんな出てる。はい、すぐ分かりますね。俺もうすぐ隠れようとするんだけどね。隠れられてないの。みんなに見つからないように、見つからないように。なんですか。なんか恥ずかしいから。なんでなんで一緒にやってるじゃん。まあそうなんだけど、なんか恥ずかしいんだよ。そうだ、まあ、それは本質だったらしょうがない。あれ最近思ったのは、後ろから見て阿部ちゃんって本当女っぽいんですよ。本当、なんで女の子いんのって思ったら阿部ちゃんだったりするんですよ。後ろ見た方がいいのか。わかります。なんかでこっちがこっちがこっちがこっち側から、ほらほらなんか女の子じゃないですか。っていうね。まあね、そうだね。いいところいますっていう。照れくさいね。照れくさいですね、うん、そろそろまとめ。はい、え、僕がやっぱり独特な雰囲気持ってて、阿部ちゃんにしかない個性を持ってるというところです。僕は年下なのに、すごいしっかりして自分の意見をだんだんつけていけるような男らしいところ。お、嬉しい。たるいと思ってます。ありがとうございます。まあ、そんな感じだな。はい、はい、クロストークのコーナーでした。はい、以上です。ありがとうねー。